はい、それでは赤組の皆さんの入場よろしくお願いします。はい、じゃあ行きましょう、入場だー。ちょっとめっちゃ届いてると思ってる、届いてると思ってる、ちょっとぬるぬる入場してますね。はい、おっす、すごい、みんなすごい、同じ強さで、はい、これこれ、待って待って待って、今日パーティーかなんか、ね、俺持ってる、やばい、逃げてみんな。じゃあ何を持ってくるのか、あなんかちょっと危ないな、危ない危ない、ちょっと待って、おいおい投げるな、ジュニアの手を投げるな、危ない、どこまで行くか、どこまで行くか、危ない危ない、あまり事前に伝えていたこととかは気にしないスタイル。それがホロライブですよ、それがホロライブ、うん、あ、いいですね。あ、なんか殴り合ってますよ、仲良くしてくださいね、仲良く仲良く、みんな仲良く、みんな見せ物じゃねえぞ、ヤンキーいる、ヤンキーいる、仲良く仲良く、バナナヨネネチ、バナナヨネネチ、これセーフ、ギリセーフ、ギリセーフ、これはこれはギリギリを攻めていく、ダメダメダメ、ぐちゃぐちゃ、ぐちゃぐちゃよ、ぐちゃぐちゃ、一番ぐちゃぐちゃ、殴り込みってる、怖い、怖い、やめろ、何やってんだ。はい、挨拶お願いします。ということで皆さん、今日まで、たくさん支えてくださり、たくさん練習もしてくれたり、本当にどうもありがとうございます。ありがとうございます。いやー、お忙しい中ね、こうやってみんなでまたね、集まれてとってもとっても嬉しいです。なので今日はたくさん皆さんエンジョイしてくださいね、楽しんでください、たくさんエンジョイしてください、やめなよ、怖い怖い、エンジョイ、そうそうそう、エンジョイ、エンジョイ、見てください、お、まじ、あ、あ、後ろが、もうあの、かつれんすか、後ろが、すごい、メンバー54名ということでね、54名のファンマークをね、ちょっと作らせていただきました、すごすぎる、皆さんのおかげでね、成り立っていますけれども、応援してくれるファンのみんなのおかげでもありますのでね、はい、皆さん、今日はファンの皆さんにいいところ見せていきましょうね、イエーイ、ありがとうございました。続きまして、カバー株式会社社長ヤゴーより一言メッセージが届いております。ついに今年はヤゴーも出てきたのか、はい、ではヤゴーのご挨拶お願いします。 V どうぞ。ホロライブの皆さん、なんで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 みよさん、しばるさん、はい、お手伝いしてくださったホロライブメンバーの皆様、お疲れ様でした、うん、ありがとうございます。また普段ホロライブのメンバーを応援してくださっているリスナーの皆様、いつも応援ありがとうございます。ありがとうございます。開催に際しまして、ホロライブメンバー皆さんだけでなく、ホロライブ運営の方々、そしてリスナーの皆様の力が一つになり、運動会が素晴らしいものとなることを期待しまして、私からの挨拶と変えさせていただきます。皆さん頑張ってくださいね。長いやね、はい、というわけでヤゴーの挨拶でした。なんかみんなガチで校長先生の挨拶聞いてる時のテンションやみんな、うん、ね、寝てねえか大丈夫か。選手宣誓となります。はい、あ、上に乗ってるね、あ、乗ってるよ。はい、じゃあ始めてもらっていいですか。はい、先生、私たち選手一同は
あれ、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 練習の成果を全力で出し切り、練習の成果を全力で出し切り、ミュートでした。先生堂々と戦うことを誓います。2022年11月6日どうしてこうなった選抜して1対1で戦う競技となっております。先鋒、中堅、大将の順番で1人ずつ戦います。勝利した方に10ポイントの点数が加算され、引き分けだった場合は5ポイントずつ、加算されます。はい、はい、引き分けも熱いっちゃ熱いですけどね。そうですね、このゲームのポイントは何ですか。この、競技のポイントは、勝った方が10ポイントで、引き分けは、お互い5ポイント、5ポイントですね。はいはい。はい。ポイント。あれ？あ、ちょっと、あ、ちょっとすいません。ちょっと天然が出てしまったかもしれないんですけど、このゲームのポイントというか、このゲームの、なんでしょうね。このゲームどんなゲームなのかなって、勝つにはどうしたらいいのかなって思ってね。いいかな。そっちだよね。そうだと思った。そう。戦略ないの？戦略ないの？戦略今？今何回も言ってメルちゃん光ら見てんだよ。メルちゃん光ら見るって何？なんか放置したまま落ちたんかな。ヴァンパイアとして初めて見たんだけどちなみになきりさん今日はどうすか、しまけせそうな勢いですか。いや今日はちょっとやっちゃいますよ。やっちゃいますか。毎年聞いてる気がするな。水上ボートですけども、確かにめちゃくちゃ練習しましたからね。昨日めっちゃ練習してたよね。ちょっと待ってて、間に練習しました。朝も練習した。偉いやん。1時間前に起きてね、やったよ。めっちゃいいね、偉いよしよし。いやーよしよしよし。ててや、ててよしよし。てて雑なてて様。ててての時代は終わり、てて。ててての時代で。ててての時代。方向しろ、方向。解き放て。出会い大事だよな。ね、あと赤組すごい礼儀正しくいこう。なんか始まる前一礼しよう、一礼。あ、一礼しよう、一礼。一礼。オッケー。あー、緊張する。入りましたよ。入りました。うわ、わー、緊張する。うわー、本番がやばいけど。本番始まっちゃいますよ。始まっちゃいますね。では準備ができたようなので、スタートボタンを、みこちお願いします。はい。お願いします。それでは、いきますよ。よーい。おっ、クジラだ。クジラだ。危ないぞ。危ない。ほんと超危ない。危ない。人力感、人力感、今日は人力感食うぞ。
喋れますか？はい。あれ、アクタン喋らないつもり。どうした、アクタン？ちょっと緊張しちゃって。あ、緊張して、緊張して、あ、なんか喋れない。うろうろしてる、うろうろしてる。ご飯足りてますか？うん、ありがとう。頑張ってね。すごい、すごい食いきり。なんかいいの。おストーカーやめろ、お前。またストーカーがいるのか。また来ているのか。お、始まるぞ、始まるぞ。始まるよ、始まるよ。ねえ、完成だって。完成じゃん。完成だって。自分の戦法、戦法を使うよ、俺は。これは。ほら、ほら、やったー。ほら、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 ほだな。これも絆ですね。はい。わたみはちょっとジンギスカンを守ることができました、ね。強いぞ、この草食動物。強い。ありがとうございます。はい、ということで、わたみの勝利でした。おめでとうございました。わたみお疲れー。お疲れー。勝ったねー。え、今どっち勝った？今どっち勝った？見てないんかい。ラミが負けたよ。あちゃーあちゃーじゃねえわ。行ってきます。いってらっしゃい、頑張ってね。行ってきます。お願いします。ごめんなさい、すいませんでした。大丈夫だよラミ。僕もだって僕ら練習でもなかなか勝てなかったもんね。そうだよね、一回しか勝てなかったもんね、僕たち。そうだよね。こんなみんなボロ負けしてんなら、船長が水上レースで負けてもみんな許してくれるよね。逆に勝ってもらって、勝ってください。よろしくお願いします。相手はいい感じよ。風間殿ですな。相手は忍者だ。忍者だ。確かに忍者と騎士やで。やば。やば。激アツ。熱い。そうだよ。あ、そうだった。あ、そう寒い。あ、忍者じゃなかった。ドキされちゃうよ。刀を持つ者として負けてはいられないこと。確かに。お互い騎士とね、武士ということで。ちょっと白身騎士になりたいところがありますね。あきちゃん大丈夫だよ。エンジョイエンジョイしていこう、せっかくだから。メンタルメンタル。勝ったらね、勝ったらすごいにしよう、負けたら普通にしよう。あ、いいね、そのメンタル。そうだね。メンタルフィジカルパッション。メンタルフィジカルパッション。じゃあ分かったわ。とは、あき先輩が悲しい気持ちになったら、とは床舐めるわ。オーケー、じゃあスマイルは靴舐めます。おい、なんだ靴舐めます。おい、なんでお前は許したくねえんだよ。何の人なん。ノエルだよ。騎士バーサス侍。うわ、これはちょっと本当の。ジャパネーズ侍見せて。いけいけ、頑張れ。これちょっとめっちゃ殴ってくるんだけど、めっちゃ殴ってくるんだけど、すいません、怖いんだけど、すいません、ちょっと待って。おい、こいつ怒ってくるからには後半勝つんだろうな。いや、ほんとだよ。そうだそうだ、全勝してくれるんだろうな。全勝できるだろうな、お前。エキド組の皆さん、意気込みどうですか？いや、とは言ったってくださいよ。
本当にメンタル、パッション、フィジカルでいきます。おらぶちゃん、そんなに動いて大丈夫か前半から。ね、思った。めっちゃ顔出てる。めっちゃテンション上がってるやん。力を落としておくんだ。やばいやばい。絶対酔うって、あいつ。絶対酔うって。大丈夫か。あー、今朝、後ろに小寄り乗せてて、ふぶちゃんに勝ったんだよね。これで負けたらアクタのせいね。やめなさい。やめなさい。やめなさい。そういうさ、なすりつけ合いは罪の。本当だよ。辛いや、そんなの。褒めってこ、褒めってこ、もっとちゃんと。そうだよ、そうだよ。確かにギスギスしてる。ちょっと褒め、ギスギスギスってやめよう。これじゃあさ、僕たちちょっと優勝以外の時にさ、食事会にも行か、痛えだ痛えだ。おい、殴ってねえぞ。じゃあ、殴ってきた、こいつが。殴り合いやめてください。食事会あるの？いや、ない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 。一人誘われてないみたいな空気に。なんかあれ、行きましょう。白髪が燃えてる、燃えてる。白髪が燃えてる。え？燃えてる。始まりまーす。あずきちゃんの命借り取らせてもらうよ。おら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 あきちゃんが水拳使ってきたけど、そこをちゃんと水拳ただの酔っ払いやないか。ただの酔っ払いだった可能性はある。麦ジュース飲みすぎです。あ、そうかもしれん。あきちゃん頑張ってたよ。大丈夫だぞ。大丈夫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 。靴舐めよっか。大丈夫大丈夫。靴舐める。舐めとった。お尻舐めようか。お尻舐めた。お尻やばい。全体じゃねえか。全体やないか。お前は言うて私も罰ゲームだけど。やめなよ。おい、なんてことやってんだよ。いや、スーパーウト頭メーカー。おわぁ、すごい。逆に羊殺しを、あの、ね、そうそうそう。そうそうそう。どうなんだろう、ね。アヒル殺しを決めてほしいね。あ、いいね。お願いします。お願いします。すごかったね、本当に。とその指定してきた。あららら、とわさま。やだー、練習部です。練習部です。本当にありがとうございます。本当ですね、練習部で、はい、いや、あの頃からとわさまめっちゃ強くなってるんじゃないかなと思ってちょっと気にしてます。そんなことないですよ。なんだこの謙遜の仕方は。なんなんだ。そんな感じ。はい、やってみて。なんだろう、さっき言ったんじゃないの。ねえ、パッションゲーだってとはさ、うん、一言もさ日本語喋ってなかったの。言語喋ってなかった。今さっき殴り合いが起こってたけどどうしたの。あ、ごめんなさい。ちょっとあのあまりにも弱すぎて仲間割れが起きました。なん
ういうことだよ。ちょっとメンタルが弱すぎる。仲良しです。仲良しです。仲良しです。まだギリギリ仲良しです。まだギリギリ、まだここから勝っていきたいと。まあ、さっきあれだよね、殴り合うことで間合いを確認してたんだよね。そういうわけですよ。よくわかった。練習練習練習。トラちゃんが一緒のチームにいるみたいな。あたかもトラちゃんがイエローチームかのような感じで。スパイですか？スパイかな。スパイ。あれ？あれ？ちょっとドア一発踏み込みます。私が失礼します。それまずいんじゃないの？そうですよ。あれまずいから。私たちは大先輩にまずいですよ。このフェンシングは運みたいな要素もあるから。やってません。何でお前らも同体にはまずいって。俺たちやってないよね。やってないよね。やってないよね。一度組と戦う金丼の皆さんどうでしょうか？いや、やっぱりね、トアさんいつもの言ったってください。音量で戦います。なんか違う、言ってること違うさ。それじゃない。ごめん、もう一回、もう一回いいっすか？もう一回。トワさん、いつもの言ったってください。メンタル、フィジカル、パッションです。イエーイ。イエーイ。ムキロゼ先輩、よろしくお願いします。あった、新旧ゴリラ対決ある。まあ負けねえぞ。どっちが本物のゴリラは一匹でいいということを。どっちが本物のゴリラか決めようじゃないか。いいじゃねえか、ゴリラ対決。あ、アーク始まってる、もしかして。あ、やばい、これってどっちテイムできるかできないか。どっちテイムされるのかな。2人とも。あ、そういうことか。そういうことかな。どうぞ。まだ帰ってきてないって。まだ帰ってきてないか。
そうだね、優しい声でね、あ優しい声だそう、ナミ、お母さんみたいな、みんなママになってね、ナミ、ナミ、あ、帰ってきた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 、ナミ、ナミ、よく頑張ったね、ナミ、ナミ、ナミ、よく頑張ったね、ナミ、頑張ったね、ナミ、頑張ったね、ナミ、本当にすごいよ、成長速度が一番上だったね、頑張った、ナミ、相手に2本取った、素晴らしい、やっぱり、すごいすごい、第1回目ではね、絶対勝てないな、これはっていう雰囲気したけど、ラミに構ってる場合じゃないから、あ、ほんとだ、今の場合、なんでやよ、負けてんじゃねえかよ、おめえよ、包み込むようなママの声、ママの、はい、ママ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 よ、この野蛮な戦いを締めてきました、 TMT ナイスデー、 TMT 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 TMT、 ちょっとこれやばいな、勝っちゃうかもしれないぞ、マジでこれ勝っちゃうかもしれない、わう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 わ、ほんまにさ、黄色めっちゃ盛り上がってるけどさ、会話の中身なさすぎてやばいな、一ミリも大事なこと喋ってないから、確かにね、ファッションだからね、そうだっていきましょう、大丈夫、よし大丈夫だよ、大丈夫よ、ピーコピーコ、坂本やめろ、坂本殴るんじゃねえ、すごいよ、さっきから2匹とか言えたんだよ、両先輩殴っちゃった、痛い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 、誰ですか、どさくさに紛れて僕を殴ってる奴らは、やっぱ殴り合って、やっぱ殴り合って、やべえな、白組ちょっと待って、いやでもね、本当にね、なかなかいい感じなのでは、いや本当にそうですね、頼みますよ、お二方、次もあっつあっつあっつ、手が震えてる大丈夫、お尻舐めようか、大丈夫なんで舐めてるかしら、お願いします、やだ自分の発言には責任を持って、なんで純粋のさ、刀で戦ったらさ、風間が勝つんだからいいじゃん、そうだよ、そうだよ、今回は剣なんだから相手に有利だったということだよ、運動会だからね、風間優勝、風間優勝、風間しか勝たん、風間しか勝たん、風間しか勝たん、誰で殴ってんの、ちょっと待って、まあまあ許してください、まあね、ぽえぽえぽえじゃねえんだよ、ぽえぽえ、なんかいろはちゃんの初めて聞く声が、いろはが坂本に対するヘイトがすごいぞ、いろは VS 坂本が起きているフェイシング、ここでしないで、ちょっとフェイシング、ないんでしょ、だってまあまあ、うちのポルコンやるときありますよ、そうですよね、はい、
おてめえ今殴ったな。二人とも、ヤノネもラミーは知ってる。二人が最強だってこと。そうだね。本当に プロレベルでマッハで速いこと分かってる。もうカメラで追うのも大変なの知ってる。なんかヒロイン面してる人たちがいる。なんで？やめろよ。守ってね。キリト守ってよ。じゃあ現状ずる。現状にいってきましょう。はいじゃあ。はい。高め。高め。はい。マリンのゲロ受け止めて。いや、今日は受け止められません。すいません。マリンのことしてるんか。はい、アカデミーはですね、操縦が白神ほぶきさん、妨害がポーポーとなっておりますね。おまでパルカさん、はい、いいよ、映ってるよ。アクタン、そっちに。それでは意気込みを聞かせていただきます。じゃあこっちで行こうか。白と黄色チーム、なんかアベコベなんですけど、あれなんか入れ違ってますね。あれなんか、あ、来ましたね、港アクア。港アクアもそろそろとやってきました。もう乗るのも違う、それじゃないね、そっちじゃないね。高根類の方に乗りました、港アクア。違います、そちらじゃない。ナイトルナイトル行ってるよ。あれ、なんか逆になってる。まあやめ先輩がね、後ろから抱きついてくれてるから、まあそれはそれならいいかみたいになってるか、できてるかもしれないでございます。あ、ここでね、ちょっとエネルギーを注入いたしまして、補充中。白組の、操縦がなんと宝生マリン、はい、そして妨害が港アクアということですね。はい、アクアマリン号完成ですよ。確かに。やめた、沈めたる。沈めたね。場所で高根類を殺してね、次にオマルポルカから殴り殺して行こうと思ってますね。全員殺すか。やばい、物騒だぞ。やばい、ちょっとお嬢はこっちに向けないで。殴ってますね、めっちゃ。殺せ殺せ。ちょっと怖いな。まだ始まってないんで。え、あやめこれさ、初手じゃ一発かます可能性あるよな。あ、横にいんな構えてるよ。街狙っとるもん、だってあやめ。あやめ。レキーの組はですね、操縦が高めるこら、おとなしくしなさい。よろしくお願いします。それじゃあちょっとあやめ先輩言ってくださいよ、あの言葉を。ちょっとメンタル、フィジカル、パッションでやっちまいます。やっちまいます。ボイ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 。カメラにそれ向けるのやめてもらっていいですか。内心点バツになっちゃう。やばいやばいやばい。これちょっとイエローカードじゃないですか。イエローだけ。イエローだけ。イエローカード聞かないってことじゃない。お願いします。はい、お願いいたします。こちらはですね、2周してもらう競技になっておりますからね。そうですね。はい、スタート。してます。頑張れ。おーっとー、お願いします。やったー。お願いします。いけいけいけ。ちょっと並んでるけど。あー、やったー。可能性あるな。初手がね、すごかったもんな。なあ、初手爆、うん、大爆発かましたもんな。初手が大爆発かましたもんな。いやー、待って、汗が大きくなった。
にこの表彰台にね集まってください。ガッセーこいつら、ラグがやばかったな。ふぶちゃんマリンの方が好きだもんね。よくわかんない。ザゲな。これはねまた母のような気持ちでみんな。そうだね、みんなちょっとねまた声を作っといてもらいまして。今日はねちょっとみんなのメンタルの方がやばそうなのでね。ねそうだね。大丈夫。2位すごいっていうところ、ナイスファイトということで。うちらなんか3位だよ。いや あんたはな、うわ、僕は一回勝ってんだわ。ごめん、嘘、ごめんね、ごめんね、大丈夫。早くルイちゃんのお尻ペロペロしなきゃ。ルイちゃん。あ、高根ルイとスバルちゃんってそういう関係なんだ。あ、そうなんでだよ。あ、ごめん、これ配信で言っちゃいけなかったかな。ちょっとそれさ、配信で言わないって約束したよね。あ、ごめん。いつ止めればいいのそれ。そういうプレイが好きだった。ほんまに後ろでさラプラスが永遠トライデント持ってるしカオスすぎるわ。ちょっともう一回乗ろうぜ一緒に。え、二人で乗れるの。頑張る乗れる。ちょっとちっちゃく設計しちゃったけど乗れる。頑張れ。やめなさいよ。ヘイト来てる。今日一のヘイト来てる。いいのとこに、はい、いいのとこにね、はい、いいですね。頑張る。いいですね。ということで、それではじゃあね、1位の顔だけ見えてる。ポルカ後ろに、あ、マリが崩壊してる。どんだけ悔しかったんだこいつ。どんだけ悔しかったんだ。ね、ちょっとポルカとはね、あの前日練習とかしかができなかったんだけども、まあね、それだけでもやっぱりね、ちょっと前日アピールしないでもろて。ちょっと私たちはめっちゃ練習しました。いや、これダイブの練習でカットアピールやめてください。いや、連続で余裕アピールやめてください。いや、しかし赤組というかもう吹雪先輩早いの。なんの本当に早い、ね、もう練習中にもね、強い、いろんなあの種目をね一緒に遊んでくれたんですけど、もう全部うまいから、全部上手い、全部上手い、モブ討伐出ないんすかみたいな、リレー出ないのみたいな感じで本当に全て極めておりましたからね。全てにおいて強かった。強い。ただいま、おかえり、すごかった。やったよ。強すぎ、強すぎて、もうさすがリーダーだった。ポルカもナイス、いやいや、ポルカもナイス妨害タイミングだった。ね、なんかもうラグって、うん、ラグだったんだ。ラグで、で前にもう行かれちゃって、お、出ました。お、赤組が70点、お、白組30点、お、そして黄色組が50点となっております。なんと引き離されないように頑張っていただきたいですね。やっちゃったもしかして。そのセリフが聞こえました。あれ白組弱くね。後半もあるから。そうだよね。だるまさんでちょっと追い抜かしましょう。この後のだるまさんのコメントでどうなっていくか、どう転んでいくか。だるまさんが転んだだけに。だけにな。あれ白組。まだ。ポイントでかいから。そうだね。死なない。だるまさんで死なない。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 赤字だ。開けてくのやめてくださいよ、これ。いたずらしないでください。いたずらはやめてください。やめて。やめてください。いたずらしないでくださいね。フィジカルって P なの。ちょっと最下位になってる。確かに F じゃなかった。ねえ、恥ずかしい。誰も気づいてなかったって。マジで軽くインタビューが去りました。あったんです。聞いてくれますか。どうしたの。どうした。
クッキーなくしちゃったんです。どうでもいいわ、そのクッキーのこと。いや、大事なんですよ。そんな溜めて言うことじゃねえだろ。クッキーはどうでも、だるまさん頑張れ、お前は。だるまさんで1位取れ、だるまさんで。え、これ、完走できなかったやつどうする？感想できた、ま、そういうことやるの？ねえねえねえ、いや怖いだろうが。おつぼで怖すぎるよ。パワハラでやめてくださいよ、パワハラは。ふざけんなよ。ちょっと、風間さんなんか、あ、ちょっとやめてください。やる気あんの、あんた。あらあら、やめてください。風間さんはやる気ある、決まってる、決まってますわ。ちょっとあーたね、ちょっと若くて可愛いからってね。あ、やめてください、やめてくださいよ。ちょっと一緒におばさんになっても、もう本当じゃないでござるか。一緒に私がおばさんになってもやったり、確かに。マリンが先におばさんになったんですよ、これ。それでは、皆さん、ENID のメンバーの皆さん、入場ゲートから入場お願いします。お願いします。お、イエーイ、起きた、起きた、起きた、わー、どうでしょうか。お邪魔してます。なぜかメルちゃんも一緒に入場してきました、黄のメンバーがパラ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 ね、なんかいるんですけど。なぜかメルちゃんも一緒に入場してきました。どうしたことだよ。なんでメルちゃん、メルちゃん、あれ、連れてきました。